皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンリュー TV の頼藤大樹と高山和恵です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、第2回目ということなんですけども、はい、あのですね、うん、僕たちが普段仲良くさせていただいている、うん、はい、ジョイント代表の鈴木正光さんという方がいらっしゃるんですけども、はい、うん、はいはい、その方がですね、うん、東洋経済オンラインに記事を寄稿されまして、はい、内容はですね、うんうん、ゴディバと森永製菓どちらが美味しいのかと、ね、この記事良かったね。ねえ、そうですよね、はいはい、あの今ね、うん、ここら辺にね、あの出てると思うんですけども、はいはい、あの目隠しチョコテイスティングで分かったことというところなので、うん、はい、今回はね、僕たちもね、うん、それをちょっとトライしてみようかなと、はい、はい、で考えていきたいのは、うん、価値と価格のね、違いについてと、はい、いうことですね、はい、本来の価値の通りに価格がついているのかと、うん、はい、言ったところで、うん、はい、今回はね、こちらの2つのチョコレート、はい、で、まずは比較してみたいと思います。はい、で、こちらはですね、ゴディバのカレーチョコレートアソート、うん、はい、16枚入りと 1g あたり 24.4 円 1g あたり 24.4 円、はい、はい、で、こちらは、はい、カレードショコラ、うん、でフレンチミルク味の森永チョコレート21枚入り、1g あたり 3.1 円と、うん、1g あたり 3.1 円、そう、なので8枚ぐらいの価格差があるんですよね。なるほどなるほど、はい、あと、はい、あの森永チョコレートとゴディバの比較だけじゃなくて、はい、海苔もね、海苔せっかくなんでちょっと食べ比べをしてみようかなと。渋いチョイスです。はい、こちらね、はい、高級海苔というところですね、はい、うんうん、でこちらはセブンイレブンの海苔でございます。はい、はい、こちらは焼き海苔50枚極上有明産の海苔ですね、はいはい、でこちらはセブンイレブンの焼き海苔というところです。はい、じゃあまずね、実食するので、うん、はい、ちょっと目隠しをお願いします。目隠しですか。はい、はい、わかりました。じゃあやってみます。じゃん。何を買ってですか。じゃあ早速ね、うん、はい、こちらとこちらちょっとね、実食するんですけども、はい、はいはい、じゃあまずこっちから皆さんね、うん、こっちね、なんか緊張しますね。じゃあ口を開けてください。はい、うん、うん、あの今回ね、聞きたいのは自分の好きな味はどちらかっていう感じしようかなと思ってます。じゃあ続いてこちらね、さあ、どうだろうね。はい、あー、うん、はい。うん、美味しいけどね。美味しい、うん、じゃあ、高山さん、はい、目隠しを外してください。じゃあ、はい、どちらが最初に食べたチョコレートか、うん、後に食べたチョコレートか、うん、どちらが美味しかったですか、好きですか。最初。最初、うん、最初が好きだった。好きだった。その心は？甘すぎず、うん、ちょっとこう大人な感じのビター系もちょっと入ってる感じの。なるほど。じゃあ2個目の方が、すごいね、これはあの2個目の方がね、なんかすごいまろやかだったの。まろやか、甘さがね、うん、結構1個目よりも多かった気がします、うん、はい、というわけでですね、1枚目はこちら、ゴディバ。おー、で、2枚目がね、この森永の。あ、なるほど、やっぱりちょっとね、うん、ほら、うん、もう私お姉さんじゃないですか。でちょっとこう、なんかね、あの大人のビターテイストが入ってなるほど、なるほど、なって思って、あ、うん、はい、じゃあね、次は頼藤さんにやってもらいたいと思います、うん、はい、じゃあ、はい、目隠し、はい、じゃんみたいな感じでしょ。はい、じゃあ、皆さん、こっちね、はい、うん、こっち、食べさせます。開けてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。うん、はい、わかりました、うんうん、はい、はい、じゃあ次はこっちに、はい、こっち食べさせます。はい、いいですか。はい、はい、これ味ほとんど一緒ですね。一緒でしょ。うん、はい、じゃあ最初に食べたのと後に食べたのどっちが美味しかったですか。はい、はい、僕ね、そんなに甘いのは好きじゃない方なんで、はい、うん、最初の方が良かったかなと。最初、最初、うん、なるほど、うん、はい、後の方食べた方がね、ちょっと甘かったというか、うん、もう最初口に入った瞬間はどっちも同じ感じだったんですけど、うん、
後味がねちょっと違ったかなっていう感じでしたね。なるほど、はい、はい、で正解は、はい、最初が、はい、涙が、え、マジで？で、後が、はい、味は本当に似てるんですよ、うん、じゃあなんでこんなに価格差が出てるのっていうところがね、はい、ポイントなのかなと。それなんでだと思いますか？やっぱりこれはゴディバっていうね、うん、ブランドですよね。ブランド、うん、そう、ブランドと企業価値があると、はい、その分だけ価格が高いんだよ、うん、ということなんですね、はい、じゃあブランド力があるよっていうのは分かったと思うんですけども、うん、それがねなぜ価格に反映されるかされてるかっていうと、うん、ゴディバは世界中で売られてるんですね、うん、で森永のこのチョコっていうのは国内が中心なんですよ、はい、まあ確かにね、森永もすごいんだけどね、国内ではね、うんうん、そうなんですよ、確かに。だから、うんうん、ね、本来は同じぐらいの味だから、うん、伸びていく素質があるんですよ。なるほど、成長性があると、うんうん、なるほど。だから例えば株式投資で考えれば、はいはい、森永に投資してたら伸びる余地があるってことなんですよね、うん、ゴディバぐらいまで。なるほど、そう、はい、ということで、うん、本来は価値が高いのに価格が安いというところで、うんうんうん、はい、そのね価値が高いものをより安く買えるかどうか、そうですね、それがポイントなのかなと思います、うん、そうですね、うん、これから投資やったりね、はいはい、住宅買ったりとかっていう時は、うん、やっぱり価値がね高いものよりも安く買えたら、うんうんうん、それいいですもんね。そうなんですよ、うんうん、ね、本当はね、うん、あの僕もゴディバ選びたかったんですけどね、まあこういう結果に、まあ、こういう結果になりますよね。はい、はい、でね、本当にねゴディバイコールなんか甘くないとかそういうイメージもしかしたらあるかもしれないですね、はいはい、森永は甘いとか、うんうん、じゃなくて今僕が食べた感想がそのままズバリで、うんうん、正直ねゴディバの方が甘かったような気がします。私はもうね、うん、森永の方が甘かったね。感想は似てる感じなのに、うん、こう、はい、こういうの違う、反対っていうねそうなんですよね。はいはいはい、はい、続きましてこちら、はいはい、セブンイレブンの海苔と高級有明産海苔、はい、こちらでね、はい、比較してみたいと思います。はい、じゃあまずはね、うん、僕からやっていきたいなと思います。はい、はい、打ってこーい最初はこっちで、こっちから食べさせます。はい、なるほど、いいですか。はい、じゃあ次はこっちですね。こっちですか。はい、うん肌触りは違うな。はい、いいですか。はいはいはい、どっちが好きかって言ったら、うん、最初の方、うんが好きだった。最初の方がなんかパリパリしてて、パリパリしてた、美味しかった、美味しかった感じがします。はい、後の方はね、なんかね、表面がツルツル的な感じで、うん、海苔の深みはなかった気がする全然違ったらウケるんだ答えどっちですか。答えはね、はい、じゃん、はい、最初は、うん、こっち、うわー最初はこっちだった、最初はこっちだった、最初はこっちです。はいはい、じゃあ次ね、高山さん行きたいと思います。はい、で高山さんこちら、はいはい、じゃん最初は、うん、こっち、こっち行きます。じゃあ行きますよ。はいはい、ちょっと開けてください。美味しい、美味しい。はい、じゃあ次ね、どっちかっていうとこっちだったよね。こっちね、こっち、うん、行きますよ。はいはい、美味しい、美味しい、うん、うんうん、じゃあマスク外してください。じゃあ、うん、好きな方はどっちですか。2番目の。おお、2番目はねこちらでした。やっぱね、これはね、なんか全然味が違ったというか、味の濃さが違うよね、うん、うん、やっぱ値段出すだけあるんだなっていうのが分かりました。はいはい、はい、というわけで、はい、今回は、うんうん、森永チョコレートとゴディバで比較してみて、次に、はい、この海苔、うん、
高級海苔と、はい、セブンイレブンで売ってる普通の焼き海苔で比較してみましたと、はいいうところで、はい、初めて僕たちブラインドテイスティングっていうのを試してみたんですけども、そうですね、まあ、価格と価値の違いを考えるきっかけには、ね、本当になるかなと思います、はい、もちろんこれは、まあ、遊びとしてねできるとは思うんですけども、はい、これを応用するとですね、うん、やっぱり株式投資とか、うん、そういったところに応用できるんですね、はい、まあ、この企業は質はいいのにまだまだ株価が上がってないと、うん、これから成長してどんどん売り上げが上がっていくと、うんうん、そういうところが、はい、うん、こういったところをブラインドテイスティングとかやると、うん、見えてくるのかなと思います、はい、で、まあ、冒頭にね、ジョイント代表の鈴木正道さんの記事、うん、東洋経済オンラインの記事もリンクに載っけておきますので、はい、ぜひですね見てください、はい、でそちらの記事によるとですね、はい、東京経済大学で、はいはい、うん、ゼミでですね、うん、審査というかチェックをしたところ、うん、半々になったそうなんですね。ゴディバと森永チョコレートの、ね、はいはいはい、どちらが好きな味かっていうところで、うん、はい、だからね、まず好きな味としては本当クオリティは高くてどっちも同じくらいというところなので、うん、はい、そういったものをね世の中にたくさんあると思いますので、はい、ぜひ皆さんも見つけてトライしてみてください、はい、そして株式投資もそれをきっかけに始めるというのもいいのかなと思います。はい、はい、というわけで、はい、今後もですね、はい、マネー &TV は定期的に配信していきたいと思います、はい、まあ、今はですね月1回なんですけども、もっと頻度も増やしていけたらなと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もぜひお願いします。はい、はい、あとですね僕たちは SNS、Facebook、Twitter やっておりますので、こちら概要欄に貼っておきますので、よろしければフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。